今前半40分のキックオフです。今日市立鹿児島城西高等学校8年ぶり2回目の全国です。まずボールを持ったのは鹿児島城西高校9番大迫優也。さあ抜けていく、1対1になった、いきなりチャンスを迎えた。よく4番の清水が抑えた。まだボールがあるか。さあその大迫望みのフリーキック、ふわっと浮かしてきた、裏抜けていく、ゴールだ。ここはゴールキーパー大阪桐蔭1番の藤原康平が抑えました。安田圭佑はキャプテンです。そして12番の室谷良健、ツートップには9番の大阪桐蔭と11番の村。さあここはチャンスを迎えた大阪桐蔭、中央に2人、3人選手が入ってくる。ここはクロスをくれるか、一旦戻して左サイドバックから14番福村、突破を見せる、もう一度切り返した。さあ中央に今3人入っています。大阪桐蔭、高山ファーサイド、その高山、高山の9番の高山と7番の星原のコンビです。さあボールを持った大阪桐蔭高校、右サイド大きく空いている、3枚空いているぞ。3番の大沢、サイドバックの選手上がっている、切り返した、シュート打っていく。ここは鹿児島城西、絶対にノーガードになるなと。あ、なるほど。打ち合いになったら相手は強いので、必ずまず守備をしっかりと作っていこうと、そういった指示が出ました、そうですか。さあここは9番大阪はボールを持つ、ふわっと浮かしたボール、12番室谷、うまく対応するか、突破する、これが鹿児島城西高校ファーストシュートでした。大阪のパスからです。室谷が粘って後ろから最後6番河野圭介、後方から飛び出してゴールを狙うという、試合前に話していた河野、見事な飛び出し、ボランチの位置から飛び出していました河野、左足のシュート決まっています。え、河野が決めたのなんて、そんな声が上がったりもしていました。河野圭介3年生6番、あ、チャンスですね。ここから全部大阪桐蔭右サイド空いてますよ、ボールが。さあどうか、シュートになっていく、これは決まった、あっという間に同点ゴール、9番の高山、大阪桐蔭得点されてのすぐの得点ですけども、やっぱり情勢の方がちょっと気を緩ましましたね、はい、ドリブルに対して誰もやっぱりこの時に行けなかったんですよね、しかもここのね、よく最後高山選手ゴールキーパーを見てコースを狙ったシュートでしたね、いいシュートでしたね、出しています。ここもつないでいく、あっと一つ吊るして左サイド、さあ9番高山が前に走っていく、3番の抑えから高山に預けてスイッチ、1対1迎えた、このシュートもう一度ゴールキーパー上園、ゴールに向かったボールを蹴るんですかね。さあクロス送って、あ、いいボールだ、空いている、もう一度大阪望み、自ら来た、このシュートはゴールの右、大阪優也と比較されることも慣れました、自分は大阪望みらしさを出したいと言っていました。調査素晴らしい、9番安田がクリア、まだボールポジションは大阪桐蔭高校です。裏に出てくボール、いいボールが入った、9番高山空いている、高山、ここは監督のボクシングサッカー、創部4年ながらまさにこの選手たちに染み付いています。左サイド9番の大迫優也、突破していく、大迫突破していく、中央こぼれ球、決まった、こぼれ球、決めたのは12番の室谷良健、城さん一瞬の出来事でした、そうですね、ここまでの対応良かったんですけども、ここはやはりね、ペナルティーエリアの中に入ってきたので、やはりファールもできない、やっぱりなかなかつききれなかった。高校入学時から、あ、こちら鹿島アントラーズのサポーターです。 J リーグ優勝を果たした鹿島アントラーズに卒業後に入団が内定しているこちら9番の大迫優也、まあ、そういうのがちょっと今ね、はっきりしないぐらい動かれてますよね、十分に同点ゴールを狙うでしょう大阪桐蔭高校、抜けていった、さあ中盤に3人、中央狙ってきた、このシュートです、鹿児島城西、左足4番の松井です、キック狙ってきたボール、直接届きました、ゴールキーパー抑えています。ここで前半終了のホイッスル、ジャージの福原翔太、今後半40分のキックオフです。手を加えて臨むこの後半の40分です。左サイド大阪桐蔭高校、2番の安井が待っている、安井が突破して7番の星原から、安井がこれはこぼれたということですね。あとはもしかしたら残り少なくなってきた状況で、まあ、帰ってくるチャンスを迎えるか、さあシュート打っていく、これはよく弾いた、ゴールキーパー藤原、最後は9番の大迫でした。傾いていそうな流れをこのように一本のシュートで、そうですね、こういったところです、大きく前へクリアです、奪い返した鹿児島城西、中盤に10番の、さあここは飛ばしていく大迫、1対1決まった、
こう難しいところをコントロールして最後しっかりとゴールキーパーの股を狙ってますよね。股を通してそうですね、最後まで見てますよね。10番の安田から、こうしっかり見て体勢崩しながらもやっぱり狙える技術ですね。やっぱり3年生は3年間やっぱり積み上げてきたそういったものを、ね、やはりこう出す場所ですし、まあ、サッカーは、ね、勝敗は、ね、つきます。鹿島城西高校大迫優也選手のお母さん藤尾さんがですね、先ほど得点した瞬間飛び上がって喜び表現してましたね。距離は30メートル以上ありますが、直接が低いボールカーブの3年生の引退も意味します。さあこれは大迫優也切り返す、突破していく、強い大迫は決まった。大迫優也今日2ゴール目プレーでしたけども、まあ、ちょっとここね一瞬ボールが相手に当たったんですけども、そこをねやっぱり強引にやっぱり突破していく、この強引さとまたしなやかさですね。大阪桐蔭高校3点追いかける展開です。ボール落として奪ったのは大阪桐蔭です。マスター、あーとこれは左サイドチャンスですね。さあこれは14番の平原から突破していく、平原シュートを狙っていった、まだこぼれている、後ろからワンタッチ、大阪優也奪われない、11番の村1対1切り返してシュート決まった。畳みかける鹿児島城西高校恐ろしい攻撃力、彼も2試合連続ゴール。いや大阪君が3人引きつけて、そして最後ここですね切り返してよく見ましたよね。素晴らしい落ち着きでした11番の野村翔吾。しかしこちらのプレーというのも、このキープ力っていうのはねさすがですけども、ここでよく本当に落ち着きましたね。ワンテンポずらしてシュート打ちましたね。ご両親サッカー部の応援団全ての思いを背負って大阪桐蔭高校、しかしピンチを迎えている9番の大迫、今日2ゴール、抜けていく大迫。そうですね、もう持ったら前に仕掛けるという狙いがやはりねこう本当にこういうところはストライカーだなと。ボールを前に出した、さあ裏抜けていく高山、チャンスを迎えた、どうだ1対1いくか、かわして高山。まさに大阪桐蔭の応援席控えで投票で選ばれなかったサッカー部員たちももっとチャンスを迎えます。7番の大阪のぞみ、8番の長澤へ突破していった。さあ長澤、9番高山中央、長澤一度矢野へ、矢野突破した、矢野のシュート、こぼれて決まった。1点返した大阪桐蔭高校。その花のようにまだこれから花を咲かせようという大阪桐蔭高校、執念のゴールでした。分かりません。さあこれはクロスが入った、ヘディングシュート。74分立ちっぱなしで応援を続けています。あ、そうですか。その緑色のユニフォームには念の一文字、最後まで念を送る。中央大阪優也、どうかボールを奪うか、ゴールキーパー藤原が抑えました。手を返すことはできる。15番の福村前へ、いいボールだ。あー、これいいボール通った。大阪がよく対応しました。大阪桐蔭中央に高山が待っている、逆サイドは10番の福原、オサエが突破していく、かわせるか、まだボールを持っている。オサエ倒されてファウルを得ました。ロスタイム目安の2分を経過した。2番の安井のボール、中央クリアされた、まだボールある。その頂点、たった一つの頂点に向けてよくクリアした大阪桐蔭高校。ここで今長いホイッスルです。勝ったのは鹿児島城西高校5対2、大迫優也の2ゴールを含む5対2で大阪桐蔭高校を下しました。